皆さんこんにちは。今日はこの門扉の開け閉めについてご説明させていただきます。こちらにも書いてあるんですけれども、子どもたちの安全を守るためにカチッと鍵が閉まる音を確認してから出入りをお願いしますということで、ここに書いてあるんですけれども、皆さんこう出るときにボタンを押したら、ここ鍵が開きまして、そしてこう開けて出ますよね、こうやって。でその時にきちんとこの音が鳴るまできちんと閉めていただきたいと思います。こっちから入る時も同じです。こうやって開けて、このままこうやって中に入ってしまう方が非常に多いです。そうするとドアはこういう状態になっております。これからは新しいお友達、幼稚園初めての子どもたちが入園してきます。もしドアがこういう状態になっていて、新しく入ってきた子どもたちが外に出てしまったら、駐車場にも出てしまいます。大きな事故につながってしまいますので、門から入ってくる保護者様は必ず開けたらこの音がするまできちんと閉めてから中に入るようにしてください。何回もこちらの方にも表示したり、こちらの方にも表示したりしてるんですけれども、相変わらず開けっぱなしのまま、この開けっぱなしのまま帰られてしまう方が非常に多いです。今はまだ事故はありませんけれども、これから新しいお友達が入ってくると子どもたちもどういう行動をとるか分かりませんので、必ず安全のためにドアをきちんと音が閉まるまで閉めるようにお願いいたします。そして中から入るときにも外から入ってくるときにも、必ずここを閉めて、そしてから入る出るというふうな確認をよろしくお願いいたします。幼稚園からのお願いです。はい、ではこれから4月になりまして、新しい、新学期が始まりますので、保護者の方もこういうルールをどうぞお守りください。よろしくお願いいたします。